俺は超天才だから見なくてもわかるんだよ。お前みたいな若造がうちの会社に来る時点で無能揃いだってのがわかる。あなたと僕は同じ年ぐらいだと思うんですが、俺は社長の息子なんだぞ。天才イケメンの大橋大輝って名前を聞いたことないのか？申し訳ありませんが、全く。俺を知らないとか、これだから無能は困る。俺は松井誠二、29歳。企業向けのシステムを作る会社で働いている。まだ小さな会社だし社員も少ないけれど、精鋭揃いだからこれから大きくなっていくだろう。そんなある日、大橋商品という物販会社に商談しに行くことになった。その会社は製品を作って自分のサイトで売り出していて、ネット限定の商品ばかりのため、通販サイトに力を入れなければいけないと聞いている。そのため、うちが作った最新のシステムを起用してもらおうというわけだ。大橋社は最近有名になってきた会社だから、特に慎重になっているだろうと思い、俺も商談にさらに気合を入れる。絶対に成功させたいと思っているし、うちのシステムを使って相手を満足させたい。そう考えながら、俺は商談先に向かった。しかし、大橋社のビルで大変なことが起こってしまう。商談先に着くと、部屋で待っているように案内されたのだが、時間になっても全く誰も来ない。何か問題でもあったのかと思い、時計をちらちらと確認しながら待っていると、30分経って、やっと一人の若い男性がやってきた。しかし、遅れたことに謝罪もせず、俺の目の前にどかりと座った後、お宅の製品って役に立つの？と聞いてくる。俺は名刺を見せて挨拶をしようとしていたのに、そんなことを言われて驚いてしまう。俺は、一度困惑して言葉に詰まるが、すぐに、絶対に契約してよかったと言わせてみせます、と返事をした。そして、胸ポケットから名刺を取り出して自己紹介をする。商品の話も大事だが、やはりまずはちゃんと自分の名前を伝えなくては。俺はそう思って差し出したのだけれど、相手は俺の名刺をちらりと見た後、ぐしゃりと握りつぶしてゴミ箱にポイッと投げ捨てた。思っても見ないことをされて目を見開き驚いていると、この意味わかる。底辺企業は帰れ。と彼は笑いながら言ってきた。驚きすぎて、なんでですか？としか言えないでいた。すると、俺の様子に目の前の相手は目を丸くして不思議そうにする。なんでって、理由がわからねえの？まだ何も製品の話もしていません。それに、底辺だからと見下されるのに納得がいきませんから。聞いたこともねえ会社は全部底辺だろ？はい。うちは最近業績がうなぎ登りなんだ。だからこの会社よりも名前を聞かない会社はゴミってこと。これで意味がわからなかったらてめえはバカだな。彼は俺のことをとても見下したような笑みを浮かべていった。この男は何を言っているんだと驚きすぎて何も言えないでいると、俺が話せないのは図星だからと勘違いしたのか、底辺と喋っている時間は無駄だからさっさと出て行けと言ってきた。そのため俺はハッとなり、ちょっと待ってくださいと止めに入る。弊社の製品を一度見ていただければ、絶対に使いたいと思っていただけるはずです。俺は超天才だから見なくてもわかるんだよ。お前みたいな若造がうちの会社に来る時点で、無能揃いだってのがわかる。あなたと僕は同じ年ぐらいだと思うんですが、俺は社長の息子なんだぞ。天才イケメンの高橋大輝って名前を聞いたことがないのか？申し訳ありませんが、全く。俺を知らないとか、これだから無能は困る。大輝さんは苛立っているようで眉間にシワを寄せ、貧乏ゆすりをしながらぐちぐちと小言を吐いた。文句があるようだが、俺は彼のことを本当に聞いたことが一度もない。自分でイケメンとか天才とか、言っていて恥ずかしくないのだろうか。というか、
本人には言えないが、全くイケメンではないため、さらに困惑してしまった。ここは笑うところか突っ込むべきか。そう考えていると、パパから色々と教わっているから、仕事のことは何でもわかるんだよ。だからてめえの企業はこれからすぐに潰れるってわかるんだ、と言い出した。この男は何の根拠を持ってそんなことを言っているんだと、だんだんと腹が立ってくる。大事な商談相手だからと思って下手に出てはいたが、馬鹿にされ続けて我慢の限界に近づいてくる。しかし、ここで怒鳴ったりしたら本当に商談が失敗になってしまうため、ぐっと我慢して、少しでもいいので製品を見てはいただけませんかと言った。きっと自分のことを天才だというのなら、うちの製品の良さを見たら考え直してくれるかもしれない。そう思って製品の説明が書かれた資料を渡した。しかし大輝さんは、こんなもの見るかと受け取ってすぐにビリビリと破ってその場に投げ捨てた。そして俺の腕をつかみ、お前はさっさと出て行け、この底辺が、と怒鳴り、部屋から追い出す。話も聞いてくれず、初対面の俺を見下してくるため、もう諦めた方がいいのではと考えてしまう。そのため、はい、わかりました、と仕方がないという感じで答えた。何を言っても無駄なら、いつまでもここで説得をしようとしても、時間がもったいないだけだ。社員たちから期待されていた分、失敗したことをみんなに伝えにくいが、仕方がないだろう。俺はそう思って部屋から出て出口に向かおうとする。そんな俺を見て大輝さんはゲラゲラと笑いながら、一生来るなよ底辺企業。もし来たらパパに頼んでお前の会社を潰すからなと、大声で言った。さすがにイラッとして何か言い返そうとそちらを振り返ると、大男が大輝さんの後ろに立っているのが見えた。そのため俺は少しまずいことになったのではと思って、顔色を悪くする。すると大輝さんは、何を怯えてるんだよクソだせえと、また笑い出した。俺は恐ろしくなってきて、後ろに、と、大輝さんと後ろにいる人を見つめたまま伝える。すると、やっと俺が別のものを見て顔色を変えたのだと理解したのか、大輝さんも後ろを振り返った。そこには大男がいて、大輝さんは固まってしまう。180センチを超える身長に、スーツを着ていてもわかる筋肉を見たら、誰だって驚いてしまうだろう。そして、その見た目以上に、大男の顔が鬼の形相をしているため、大輝さんはだんだんと青い顔をしていく。しかしそんな大輝さんの心情なんか無視して、お前のパパ、どこ、と、大男は聞いた。その言葉に大輝さんは、へっとすっとんきょうな声を出す。すぐに答えない大輝さんに大男は、お前の父親に話がある、今すぐ呼び出せ、と、低い声で言った。そのため大輝さんは勢いよく、わかりましたと返事をして会社の奥に走っていった。それから数分後、ずっと走っていたのか汗まみれの大輝さんと、彼の父親でこの会社の社長である大橋智樹さんがやってきた。なんだか大橋社長の顔色も悪いように見える。大橋社長は大男を見て、松井社長、お待たせして申し訳ありませんと頭を下げた。それを聞いて大輝さんは、パパはこの人知ってるの?と聞く。大輝は知らないかもしれないが、この人はうちの会社と何年も取引をしている、松井コーポレーションの社長の松井裕二さんだよ。え?あの20社も子会社を持ってる大企業の?俺もその会社なら知ってるし、取引してることも聞いてるよ。大輝さんは大橋社長の言葉に驚いて、まさかここにいるなんて、とつぶやいた。それをはために大橋社長は、ご足労いただきありがとうございます。予定より早くにいらしたので驚きましたと、へこへこと腰を低く話す。そんな彼らを松井社長は、そんなことよりも大橋社長の息子さんが、うちの子会社に向かって随分な態度をとっていたことに対して話がしたいんですが、と言った。その言葉に、大輝さんはへっとまたすっとんきょうな声を上げて驚き、大橋社長は何ですかそれは、と声を荒げた。大輝さんは、俺の勤める会社が松井コーポレーションの子会社だと知らなかったよ。
信じられないと言わんばかりの顔をしてだんだんと顔色を悪くしていく。それを見て大橋社長はどういうことだと大輝さんに怒鳴った。実は俺の会社は最近できた会社。そのため規模は小さいが、松井コーポレーションの後ろ盾があるため資金をそこまで気にせずいい製品を作ることができている。まだ新興企業のため大輝さんが知らないのも当然かもしれないが、有名ではないからと見下しているのはおかしいと松井社長は思っているようだ。大輝さんが先ほど俺に対して言った言葉に相当腹が立ったのか、うちの信頼している製品と息子にえらくバカにした物言いをしてくれたものだと眉間にシワを寄せてギロリと睨みつけて言う。息子という言葉を耳にして大橋親子はえっと大きな声を出して驚いた。実は俺は松井コーポレーションの社長の息子。父から子会社を新しく作るからお前に任せたいと言われて社長に就任した。ずっと父の後を継ぐために勉強してきて、少しは俺のことを信頼してくれているのだと嬉しく思い、すぐに社長になることを了承した。数人しか社員はいないけれど、みんな優秀だから予定以上の出来の製品を作ることができ、すでに大橋製品以外の会社との契約を済ませている。今日は記念すべき10社目だと思っていたのだが、大輝さんにこっぴどく拒否されてとても悔しくて腹立たしい。うちの製品が全くの不出来だったのなら改善しようという気になれる。しかし何も資料を見ず俺の話も聞かずに追い出されたのだから、苛立っても仕方がないというものだ。俺と松井社長の関係性や俺の会社の成り立ちを聞いて、大輝さんは真っ青な顔をしてガタガタと震え出した。それを見て大橋社長は、大輝、お前は一体何をしたんだと息子さんの肩を掴んで大声で怒鳴る。大輝さんはそれに口を震わせながら、俺は何もと小さい声でつぶやいた。その言葉にさらに大橋社長は眉間にシワを寄せる。何も知らないって言えるのか？お前が今日の商談の担当者だっただろう。俺はちゃんと商談をしてたんだよ。僕の名刺をゴミ箱に捨てて資料を破ったのがちゃんとって言えるんですか？そんなことをしたのか？俺の質問に大橋社長は目を大きく見開いた後、大輝さんをにらみつける。そのため大輝さんは余計なことをと文句を言いたいような顔をしながら俺のことを見てきた。しかしすぐに、お前はなんてことをしているんだと大橋社長に怒鳴られてしまったため、視線を目の前にいる自身の父親に移す。俺はこいつが言うようなことはしていないよ。パパだって俺が優秀だから絶対に商談を台無しにしないって分かってるだろ。いや、お前が優秀だと思ったことは一度もない。え？大橋社長の言葉に大輝さんは目を見開き、驚きすぎてか大声を出したのだが、俺も同じように驚いてしまう。大輝さんは自信満々に自分のことを天才と言っていたし、社長の息子としてたくさんの勉強をしてきたとも話していた。だから大橋社長は息子としてだけでなく、社員としても信頼しているのだと思っていたのだが違ったみたいだ。今も驚き続けている大輝さんに大橋社長は、お前が優秀だったことなんて一度もないとさっきよりも力強く言った。そのため大輝さんはさらに驚き、どういうことだよと騒ぎ出す。お前は勉強をやらせても全然ダメだっただろう。ちゃんと言われた大学を卒業したじゃないか。ギリギリで合格だったな。小さい頃から家庭教師をつけたり塾に行かせたりしたのに、集中力が持たず遊んでいたのは知ってるんだぞ。それは今言うことじゃないだろ。そうだな。つまり何が言いたいかというと、社会人になっても全然成長していないお前に何も期待していないということだ。嘘だろ。大橋社長の言葉に大輝さんは相当ショックを受けたようで固まってしまう。しかし、それならどうして商談を一人で任せたりしたのだろうか。俺は不思議に思って疑問をぶつける。すると、
少しは責任感とやる気を持ってくれたらと思ったんだ、と申し訳なさそうな顔をしていった。それを見て父は気持ちはわかるとうなずく。父も俺を成長させるために会社を任せたし、社長として父親として同じようなことを考えているのだろう。俺と大輝さんの違いは、父親のように立派な社長になることを目標にしているかどうかかもしれない。大橋社長は頭を下げて、うちの愚策が申し訳ありませんでしたと謝罪した。それに父は、あなたの息子さんのような社員がいる会社とは取引したくないと思ってしまいました、と話す。松井コーポレーションと大橋社も取引をしているため、これからのことを考えると不安になったのだろう。父は社員を大事にする人だから、大輝さんに社員を傷つけられると思ったに違いない。そう話すと大輝さんは、傷つけるなんてそんなと言い訳をしようとする。しかしすぐに父は厳しい顔で、先ほど誠治にしたことを忘れたとは言わせないぞ、と言って睨みつけた。ろくに話も聞かずに名刺をゴミ箱に捨てたり、資料を破り捨てられて、全く傷つかないと思うのか。それは、父の言葉に大輝さんは顔を伏せて黙った。それを見て父は、うちの子会社は息子が経営しているから信頼していいです。だが、御社で使えない製品だと判断したら商談は拒否してもらっても構いません。俺の息子だからと言って遠慮することはないですよ、と大橋社長に言った。その言葉に大橋社長は、商談させてください。もちろん私が相手をします。もちろん、松井コーポレーションさんとの取引にもこいつは関わりません、と言ってくれる。俺はすぐに、ありがとうございますと返事をして、商談の機会を得ることに成功してほっとする。父も、大輝さんと関わらないで済むと分かり安心している様子だ。そして大橋社長は大輝さんに向き直り、お前にはしっかりと罰を与えるからなと伝えた。そのため、大輝さんは青い顔をして、バッと顔を上げる。信じられないという様子の大輝さんだが、大事な商談で問題行動をしたのだから、当然のことだと大橋社長は話した。そして、今までの行動も調べて厳重に対処すると言って、もう一度俺と父に頭を下げた。二度と俺たちの会社に関わらせないことを誓うと、大橋社長が言うと、大輝さんは勢いよく頭を下げて、すみませんでしたと大声で謝罪した。今更なんだと思ったが、大橋社長に今までのことを調べると言われた時に様子がおかしくなったことから、何かやましいことをしてきたのだろうと察する。それは父たちも同じだったようで、今すぐ調べようと大橋社長が行動し始めた。絶望した顔をして、止めに入ろうとする大輝さんだったが、無駄なあがきだったようで。大橋社長は、今日はもう帰れと厳しい口調で大輝さんに伝えて、すぐに彼をビルから追い出した。その後、聞いた話だが、大輝さんは普段から社員のことを見下したり、いびったりと、多くの危害を加えていたことがわかり、解雇されたようだ。大橋社長は息子の成長を願って、いろいろと仕事を任せようとしていたみたいだが、大輝さんは自分は天才なのだと勘違いをしてしまったらしく、余計に周りに迷惑をかけるようになっていたらしい。大橋社長は失敗だったと落胆して、迷惑をかけたと社員たちにも謝罪して回っていたようだ。大輝さんは解雇された後、両親に愛想を尽かされて家を追い出されたため、すぐに働き口を探したらしい。しかし、給料がいい大企業に入社しようとしたり、面接で自分は天才だから何でもできる、すぐに役職をくれ、などと言ったりしたことから、不採用だったのだとか。そのため、生活のためにスーパーでアルバイトをしているらしい。全く仕事ができないため、先輩や店長たちに説教されて、ストレスが溜まっているという話も聞いた。プライドも高いため、アルバイトを辞めるのも時間の問題だろうと噂されている。一方、俺はあの後大橋社長との商談を成功して、無事に契約することができた。父も喜んでくれ。これからもっと会社を大きくしようと努力するつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。
また次の動画でお会いしましょう。